メイです。今回はナチュラルカントリーな部屋のためにこの赤チェックのカーテンを描きました。グミちゃんが来たのとカントリー部屋を作りたすぎて描いてしまいました。この部屋を動画公開から1週間限定で作ったに載せるので、よかったら見学に来てくださいね。庭のスピードビルダーもご興味がある方はご覧ください。今回のテーマはナチュラルカントリーな部屋です。何のひねりもなく普通な部屋を作っていきます。部屋の大きさは 10×8、 窓はあり、エントランスは一番左です。明るさは白で最大の明るさ、環境音はなしです。壁紙と床の概要です。左側の壁に窓や壁などを設置していきます。こちら側に本日の重要な主役が登場します。普通のカーテンは描きやすいのですが、模様が入ると難しいですね。カントリーがテーマといえども幅は広くて、今回はアメリカの開拓期のようなアメリカンカントリーにしていきます。このウッドデッキと窓枠は公開していませんので、お手持ちのマイレゾと合わせてお使いください。このドアは前回ビンタの家で使ったドアの色違いです。空いた隙間に柱を立てて隠していきます。左側はキッチンにしていきます。アメリカンカントリーなので木のぬくもりが感じられるものや、レンガ、明るい色の布地やパッチワーク、ネイティブアメリカンのような柄があるとかなりアメリカンカントリーな感じになります。カントリーシリーズのナチュラルで統一するとアメリカンカントリーっぽくなります。今回は登場しませんが、ロッキングチェアなどもおすすめです。壁紙もログハウスの壁紙でもよく合います。小物は植物系を多めに、壁掛けは額縁系を多めにするとそれっぽくなります。簡単にまとめると、明るい木と布地で統一し、多めに植物を置くという感じですね。カントリースタイルといってもいろんな種類があるので、他のスタイルだと白とライトウッドを基調としたものや、ヴィンテージを前面に押し出すのもあります。白をベースだとこんな感じにもできます。このカーテンも配布中です。キッチン側が完成したので真ん中を作っていきます。カントリースタイルは本当に奥が深くて、どの時代にどこにあったかで全然違うんですよね。今回はアメリカ開拓期のログハウスが主流だった時の田舎なので、温かい木材をたくさん使っています。いろいろ考えながら作るのも楽しいですが、考えすぎると好きな部屋じゃなくなってしまうので、半分ルールを守りつつ半分は好きなようにやるようにしています。スタイルなどはあくまで迷った時に使う指針みたいなものですかね。右側にバルコニーに続くドアと階段を作っていきます。これはあったら面白いなと思って作ったので、実際にこういう作りはあまりないと思います。もしあるとしたら、この家は坂の下の家で、このドアは坂の上へつながるドアかもしれませんね。防犯面が皆無なので、ポツンと一軒家だといいですね。空いた部分に趣味のスペースを作っていきます。作った ID ですが、お披露目ムービーの時に掲載しています。1週間限定なのはマイレザをどんどん入れ替えるためバランスが崩れるからです。そういう理由からずっとは掲載しない予定です。もし訪問してみたい場合はお早めにお願いいたします。完成です。
今回の場所はここです。地図で言うと B の6です。冬の場所を春に設定しています。家の概要です。まずはマイレザを敷き詰めていきます。奥に滝があるので今回も滝が見えるようにしていきます。斜めの道をオールドランダムレンガで作るか、ひし形のタイルに合わせて作るかでものすごく迷っています。もしよろしければどちらのタイルが好きかコメントをいただけると嬉しいです。この前で座を敷くと木を全然植えなくなってしまうので、今回はちゃんと植えます。木があるだけで動物の森っぽいですよね。今回の庭は噴水のある公園っぽいものを目指しています。かなり整備された場所になる予定です。マイレザを開けている部分に木を植えていきます。カピバラは春にすると桜が舞うのがいいですよね。現実世界でももうすぐお花見の時期ですよね。ここ何年かは通り過ぎるだけのお花見なので、これぞお花見というお花見がしたいですね。お花見は美味しいものを食べられる口実ができるので好きです。どんなものを買おうかなと思っている時もすでに楽しいんですよね。私の一押しは細長いタイプのスルメですね。無添加の北海道産のスルメが美味しいです。完成です。